横須賀目線。石破内閣がスタートしました。気になる私たちの関西の暮らしどうなっていくのかですね。はい、まあ、いろいろな経済政策などに、ね、大きく影響する話が出てきています、うん、はい、お給料はそして物価はどうなるのということなんですけれども、気になりますよね。ここの一言大きかったですよね、うん、この最低賃金、はい、2020年代に1500円に上げるんだ。これ引き上がりましたら、やはり皆さんの暮らしはですね、少しは楽になってくるきっかけになるわけですよね。じゃあ今の最低賃金どうなってるのかと、今年もですね引き上がりました。で、今年度の時給1055円と平均になっています。で、関西もこれでもですだいぶ引き上がりまして、京都、兵庫、大阪、滋賀は1000円台になっているということですよね、はい、ただ各国とどうしても比較するとまだまだ低いと、もうちょっと上げていかなきゃいけないということで、これを2020年代に1500円にしていこうということなんですね。で、さらに実質賃金も実は数字だけ見ると微増なんですけど、2ヶ月連続で増えているということなんです。これを兆しと捉えられるのかどうなのかっていうあたりが焦点なんですが、これも専門家に聞いてみました。こちらです。まず最低賃金ですね。これはそもそも引き上げること自体が中小企業に打撃を与えていますということですね。それだけ関西の中小企業は特に苦しい企業も多いということなんです。なぜならこの関西中小企業が多いために、もうたくさん儲かっているところと、まあ、そうでないところっていうのが結構まだら模様であるからなんですね。なので配慮が必要ですよと。ただこの引き上げただけではやっぱり企業が持たないということになりますから、国から企業に対して例えば賃金アップするためには、企業にとってはいわゆるコスト増にもなるので、ここの給付金、このコストの部分を支援してあげましょうと。で、設備投資今やってる企業たくさんありますけれども、この支援もより拡充していくことで賃金も上昇して企業も儲かる仕組みっていう、このいい循環を整えていく必要がありますよと。で、最低賃金ですね、パートとかアルバイトの方も関わってくるんですが、いわゆる年収の壁によるこの社会保障制度、この仕組みも合わせて変えないと、ここだけ引き上げてもなかなか課題が逆に出てしまう可能性があるということですね。なので国はこの設計がですね、ある程度合わせて必要になってくるということになります。で、実質賃金ですね、お給料の方ですけれども、実はこれよくよく数字を見ていきますと、ボーナスを入れた分なんです。で、ボーナスを除いて月額ですね、月給で見ると物価上昇を賃金が上回っていない、それだけこちらなんです。やはりですね、私たちは購買意欲のところなんです。そうですね、物を買おうという消費マインドが弱いと、うん、で、これの今一番の理由となっているのが、やはりですね、政策金利の7月の引き上げによる住宅ローン変動金利にも影響しているところが、やはりより消費マインドに水を差してしまっている形になっていると専門家指摘していますね、まあ、その中でこちらですよね、やはり石破カラー、これどうやって出していくのか、もうその本音、苦悩の一端が見えるこちらのシーンがあります。ご覧ください。すいません、お待たせしました。これ野党の党首への挨拶回りでの一コマです。はい、どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。どうも、お疲れ様です。前原さんとはね、鉄道ファンで仲がいいんですね。そう、出したらぶったありがとうございます。あんま本音言わないように。お疲れ様です。私の国民はね、どうもすみません、出すと国民は喜ぶ、党内は怒ると、うん、お前原さんとは本当懇意にしてるからなのか、前原さんからあんまり本音は言わないようにと言われてるのに、うん、石破カラーを出すとねと、うん、国民は喜ぶ、党内は怒る、これ本音ですよね。ポロッと言ってしまう、思わずポロッと言ってしまった感が、うん、国民と国会議員とに大きな差が、溝があるなという形なんですが、じゃあ石破さんが今すぐに着手できることですね、何なのかって言ったら、やっぱりこちら力入れてましたよね。石破カラーの、まあ、大きな柱です。地方創生、これが経済成長の起爆剤、地方こそ成長の主役、まさに、まあ、美しいスローガンではあるんですね。これぜひやっていただきたいと皆が願うところなんですが、なぜこれを掲げるかって、38年間ライフワークですね、多くの地方を回って隅々までお声を聞いてきたというところにあります。そしてこちら、
初代の、ね、地方創生担当大臣ということで、うん、もうすぐこちら作りましたね。この新しい地方経済生活環境創生本部というものを作りました、うん、そしてそもそも自分が地方創生担当大臣やった時に交付金が当時全然足りなかったということで、今後これが増額されていくだろうと、地方に権限や財源も配分されていくだろうと言われているわけです。で、石破さん何ておっしゃってるか、具体的にこちらです。この地方創生のためには地域の皆様が知恵を出し合い、地方がそれぞれ事情ありますから、それぞれの特徴があるので発展することが本質ですと。で、それを政府が後押しすると。だから地元の人たちも頑張ってくださいねってことを言ってるんです。じゃあ関西今どういう現状なのかと言いますと、こちらです。この2024年度なんですけれども、まあ、地域内の成長率ですね、関西 0.7%、 全国平均と比べると少し高め、うん、で来年度は 1% 程度になるんじゃないかと言われています。これでも少し伸びてます。理由としてはやはりインバウンドが堅調であることと、あと万博の建設関連などで上がっていますよということなんです。一方でこれ深刻な問題として懸念されているのが、これインバウンドなどが増えるとサービス業活況ですけど、そうですね、人手の確保が本当に大変で、これ表裏一体の課題となっています、はい、でもう一つがこれ中国との関係ということなんですが、この2つの懸念見ていきますが、まず人手不足、じゃあ具体的にどうするんですかということなんですが、こちらです。地域が抱える課題はお金だけで解決するもんじゃないと。例えば今人手不足を補う一つの手立てとしてデジタル化、企業のデジタル化を進めていく必要があるんですが、そもそも専門職のですね、確保をどうするか、これ企業だけではなかなか難しいと、特に小さい企業ですね。だからここで政府は具体策でどう企業を後押ししていくかも必要です、うん、もう一つ、実はこれ石破さんの外交手腕も問われる事態なんですが、アメリカと中国との関係ですね、特に関西の場合はこちら、中国との関係非常に重要で、関西からの輸出先も中国多いですし、関西から中国に進出している企業も多いんです。これ電気関連とか、それに伴う部品関連の企業は進出している。だから米中で貿易摩擦などが起きてしまうと、もろに関西企業に影響を及ぼしてしまう、皆さんの賃金にも影響するということで、これ大事なポジションなんです日本の総理、ね、ここポイントです。地方創生のやっぱり鍵って結局地方経済であり、地方経済の核、特に関西はもうここです。中小企業、ここでたくさんの方が働いていらっしゃる。だからここにですね、ダイレクトに手立てを打っていくってことが非常に重要なんですが、これ誰が総理であってもやっていただけたらなと思うんですが、今の状況では党内の意見も聞いて、柔軟性があると見るのか、やっぱりブレがあると見るのか、これは有権者のご判断ということになります、はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。